次に安倍敏子君。はい、自由民主党、安倍敏子でございます。今日は質問の時間をいただきましてありがとうございます。AIJ の年金消失問題に関して質問させていただきます。厚生労働省の方からも答弁者としていらしていると思いますが、この問題に関しまして、特に平成8年、この金融ビッグバンの金融制度改革、この後にやはり自己責任に運用規制がなってきたという中にありまして、局長通知で厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインが定められたと書いています。このガイドラインを見直すというふうにおっしゃっておりますが、このガイドラインの基本的な留意事項の中の分散投資義務、これが出ているわけでありますが、この分散投資義務というのは、どれぐらいの義務なのか教えてください。辻厚生労働副大臣。ご指摘のガイドラインでございますけれども、分散投資義務といたしまして、基金にかかる資産の運用にあたっては、投資対象の種類等についての分散投資に努めなければならない、このような規定をさせていただいているところでございます。安倍敏子君。このガイドラインは、どれぐらい努めるかどうかということ、すなわちガイドラインってそもそもどれぐらいの拘束力があるんでしょうか。辻厚生労働副大臣。先ほどの議論にもございましたけれども、金融自由化という流れの中で、平成9年に運用規制が撤廃をされまして、現在は資産配分や運用期間の選定は各企業年金の自己責任になっているというのが一つ原則にあるわけでございます。そういった中で、私どもといたしましては、やはり分散投資に努めていただいて、やはりしっかりとした運営をしていただきたいと、このような思いで、局長通達という形でガイドラインをお示しさせていただいているということでございまして、そういった委員ご指摘のような拘束力という意味においてはですね、それは基本的に自己責任であるけれども、局長通達のガイドラインによって指針をお示しさせていただいていると、こういうことでございます。安倍敏子君。では、自己責任であるなら、ガイドラインを出している厚生労働省としての責任は全く問われないということなんでしょうか。辻厚生労働副大臣。当然毎年、報告書を受けているわけでございますし、私どもとして、当然、責任を有しているわけでございまして、そういった意味におきまして、今回の事態を受けまして、実態調査も行いつつ、先ほどのガイドラインの見直しなどにつきましても、ご意見をいただき、検討を重ねつつ、夏頃までに結論を出したいと、このように考えております。安倍敏子君。そうしますと、そのガイドラインを出している厚生労働省の、そのいわゆる責任、さらにはこのガイドラインの見直しをしただけで、今回の問題はもう起きないというふうに考えるんでしょうか。辻厚生労働副大臣。大きな流れとして、先ほど来議論ございましたように、1990年代の日米金融協議を契機とする金融自由化の流れの中で、私どもがそれ以前有しておりました運用規制、これが撤廃をされたと。また、金融サイドの投資顧問の参入規制などの緩和も行われたという流れの中でございまして、そういった意味で、当時から今日まで、自己責任といいますか、規制緩和の流れの中での自己責任というトーンでの政策運営がなされてきた、その中の一つでもあろうかと思うわけでございまして、そういった基本的なこれまでの政策方針の中で、どのような対応がなされうるかということにつきまして、検討会をもって議論させていただき、ガイドラインの見直しなどに努めていきたいと、このように考えております。安倍敏子君。自己責任であるものに対して、報告書を受けていたわけですが、報告書には何が書いてありましたか。鴨原大臣官房審議官。お答え申し上げます。年に1回、資産運用に関する報告というものを受けてございました。その中にはですね、一つはですね、資産の種類ごとの額というのが一つございます。合わせまして、運用期間ごとのそれぞれの、名前及び額といったものが入ってございます。安倍敏子君。その報告書は一体何を把握するための報告書なんですか。鴨原大臣官房審議官。お答え申し上げます。やはり、当該それぞれの基金におきまして、どういう形で、いくつかの資産に分配して、資産の運用がされているかと。あるいは、運用の期間につきましてもですね、それぞれのいくつかのところに分散してこう言っているといったようなことをきちっと把握するということが必要だということで取っているものでございます。安倍敏子君。それを把握してあったのであれば、分散投資義務の部分はしっかりと体制としてチェックをしていたということでよろしいんですか。鴨原大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。年に1回出てくるものでございますんで、それ自体にはそういうことで書かれてございました。一方で、先生ご指摘のとおり、おそらく今回の事例なんかを頭に置きながらですね、個別の今回の問題について、どうだったかということだと思いますけども、個別のですね、今回の事例についてどうだったかということについてはですね、個別のその基金の状況とかですね、そういうことを総合的に判断しないといけないというふうに考えてございまして、現時点で一概にですね、それでもって、即何かこう、責任があるということではないものだというふうに考えております。安倍敏子君。ガイドラインは出している、報告書は受けている、かといって見てるからといって責任があるわけではないということなんでしょうか。ちょっと待って、鴨原大臣官房審議官。これまでのですね、取り扱いにつきましては、これまで、申し上げました通りでございますけれども、この問題が、発生いたしまして、先ほど、辻副大臣の方からご答弁申し上げましたけれども、今後ですね、実態をきちっと把握するとともに、有識者の声を聞きながら、ガイドラインのですね、見直しについて検討していきたいというふうに考えております。その意味では、そうした全体の見直しの中でですね、先生ご指摘なことも頭に置きながら検討してまいりたいというふうに考えております。安倍敏子君。ガイドラインを見直しただけで、この問題は再発しないというふうにお考えですか、副大臣。辻厚生労働副大臣。にわかに、結論を申し上げるわけにはいかない大きな課題だと思いますけれども、基本的に先ほどの答弁の繰り返しにもなりますけれども、日本を取り巻く国際的な状況、また国内的な要請もあったかと思いますけれども、規制緩和とか自由化という、そういった大きな流れがあった中での、今回のこれにつながる、制度の改正といいますか、規制緩和ということがあった、そういった中で、今日、かつてあった5332の運用規制がなくなっている、そして資産配分、運用などについては、各企業の自己責任にするということが一つ方針としてある中で今日まで至っているわけでございまして、委員のご指摘のようにそのこと自体を見直すべきではないかということも議論として当然あり得るかと思うわけでございますけれども、私どもといたしましては現在ガイドラインの見直しを行う中で、対応を考えていきたいとこのように思っております。安倍敏子君。何を言ってるかよくわからないんですが、そもそもガイドラインとは厚生労働省にとってどういう意味を持つんですか。辻厚生労働副大臣。先ほど申し上げましたように、それまでは運用規制があったわけでございます、5332の運用規制があったわけでございますが、それを撤廃するという当時の内閣としての決定をされたということがあったわけで、しからばそれに代わる一つの指針、ガイドラインを示すべきであるということの中で、分散投資義務ということでの、それを主な内容とするガイドラインを出させていただいたと、こういうことでございます。安倍敏子君。ですから、厚生労働省にとっては、ガイドラインというのは、責任を取らないためのガイドラインなのか、責任を一緒に共有するためのガイドラインなのか、どちらなのか、2択でお答えください。辻厚生労働副大臣。当時出された時のご判断がどうであったかというのを今日私が判断。休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。安倍敏子君。はい、自由民主党安倍敏子でございます。午前に引き続きまして、AIJ の年金消失問題に関して質問させていただきます。この厚生労働省が出しているガイドラインの分散投資義務に関してでございますが、高い運用利回りを売りにする投資顧問に資金が集中している基金があるということに関して、厚生労働省は把握はできていたんでしょうか。厚生労働省、鴨原大臣官房審議官。はい、先ほど、申し上げましたけれども、資産運用の報告書というのを取っておる中で、具体的な運用期間にいくら運用を出しているかということは把握をしておりました。先生のご質問の関係で言いますと、そういうどこに行ってたということについては把握しておりましたけれども、高い運用利回りかどうか、そういうことについてはその報告書の中では入っておりませんので、そういう意味では運用期間として把握をしている状態になっていたと、こういうことでございます。安倍敏子君。そうすると報告書の中には運用利回りが入っていなかったということでよろしいですか。厚生労働省、鴨原大臣官房審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘の通りですね、個々の運用期間ごとのですね、運用利回りといったものについては、そこまでは報告書の中に入ってございません。安倍敏子君。ガイドラインの見直しをするときに、その運用利回りは次はしっかりと報告書の中に入れるということを検討されていますか。鴨原大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。この点につきましてはですね、この厚生年金あるいは企業年金制度を所管する立場でですね、適切にこれを運用するという観点で見直しをしていくということでございます。その際、おっしゃっているところを入れるかどうかについてはですね、これは規制のあり方とも関係しますんで、いずれにしてもいろんな意見を聞きながらですね、幅広く検討していきたいというふうに考えてございます。安倍敏子君。規制のあり方と関係する。規制のあり方と責任とも関係するということではないでしょうか。いかがですか。鴨原大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。これは午前中も話が出たことでございますけれども、厚生労働省といたしまして、この厚生年金基金をはじめとする企業年金制度につきまして、制度を企画立案して、これを運営すると、こういった意味では制度の企画立案、あるいは運用の責任があるということでございます。そうした観点からですね、適切に運用がされる体制というのをどうやって確保していったらいいかと、こういう観点で幅広く検討していきたいということでございます。安倍敏子君。すなわち企画運営を厚生労働省がし、運用はお任せである。で、そこのチェックは、では誰もしないということなんでしょうか。鴨原大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。制度の企画運営ということにつきましては、運用のですね、あり方をどういうふうに考えていくか、あるいは運用のあり方についてどういう制度の枠組みを作っていくかということについては、制度の企画立案する立場でですね、検討することになると思います。ただ一方で、個別のですね、基金の運用について、どうするかということについては、それは、基本的には、それぞれの、基金の判断というところにおそらくなるのではないか。いずれにしてもそれを全体含めて検討していくということでございます。安倍敏子君。このいわゆる運用に関しての報告書を出させている厚生労働省が企画立案をする。しかしながら、それに関しての評価は自己責任としてくくっていく。そうするとですね、報告書そのものがですね、その運用利回りも入っていないような、そういう中身であるとすれば、もともと企画立案を厚生労働省がすること自体無理があるんじゃないでしょうか。いかがですか。辻厚生労働副大臣。先ほど来答弁させていただいているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、制度設計をしているという責任を有すると同時に、運用につきましては、先ほど午前中も申し上げましたけれども、各企業年金の自己責任となっていると、こういうことに現状あるわけでございます。そして、ご指摘のように、いわゆるガイドラインによる事前規制、それが分散投資というふうなこともあるわけですけれども、そういったものが必ずしも具体的でなく明確じゃないじゃないかというご指摘は、それは正しいご指摘だと思っております。そしてまた、事後的なチェックにおいて、ご指摘のような報告がある面、形骸化しているのではないかと、こういったご指摘も、そういう面あるというふうに私ども考えるところでございまして、そういった意味で、事前規制の在り方、事後チェックの在り方、そういったことも含めて、企業年金の資産運用の在り方についてですね、幅広く検討させていただいて、法令の見直しも含めて取り組んでいきたいと、このように思っております。安倍敏子君。すなわち、事前の部分のだけではなく、事前規制だけではなく、事後規制、事後チェックに関しても行っていく、ガイドラインだけではないということだと私は理解しておりますが、そうしますとですね、そもそも報告書が出て、それを見て分かる人が見ていたんでしょうか。鎌原大臣官房審監。お答え申し上げます。この報告書につきましてはですね、本省あるいは地方厚生局のところで見ていたところでございます。その際にですね、先生おっしゃる通り資産運用についてですね、一定の観点で知識を持っている者が見ておったことでございます。ただ一方でこのような状態を見たときにですね、本当にそうした見る人の資質の観点が適切だったかどうかというところは一つの観点として残ると思っています。その意味ではですね、先ほど来申し上げましたとおり、制度全体を企画立案する立場からこの運用体制の在り方を検討する中でですね、そうしたチェック体制といったこともですね、含めて幅広く検討していきたいというふうに考えております。安倍敏子君。そうするとですね、この代行部分の部分、特にこれは皆様からお預かりしている部分の、国からお借りしている報酬比例部分の部分が出ているわけでございますが、この代行の部分の年金制度改革を民主党が今するとすればですね、副大臣、この代行部分の厚生年金基金はどういうふうにするおつもりなのか、ちょっと教えてください。辻厚生労働副大臣。まずそのこととこの新しい年金制度の、改革というのは、直接その連動するものではないといいますか、現行制度の中で、それは今の厚生年金基金制度の在り方の見直しがあるということだと思いますので、その新しい制度の中で、そのことをどう仕組むかというのは、これからの課題だと思います。安倍敏子君。税と社会保障の一体改革、それを皆さんが一生懸命作られてですね、そうして今の現行制度に関して、ここの代行部分の部分はしっかり整理すべきだと思いますが、これはいつ頃まで検討ができますか。今、与野党協議をしてほしいと何度も言ってるのに、まだ今の制度をどうするか考えていないっていうのは、与野党協議の前提条件が全く揃ってないってことじゃないですか。いつまで揃うか教えてください。辻副大臣。委員ご案内のとおり、年金制度の改革については、主に公的年金制度の改革をどうするかということでの議論だということだと思っております。そういった意味で3階部分をなす企業年金制度の在り方というのは、またその議論とは別にあるところになるんではないかというふうに思うわけでありますけれども、いずれにいたしましても、その厚生年金基金で、厚生年金の代行部分が現実にあるわけですけれども、その在り方というものをどうするかというのは、やはり今日的なことも含めて、対応していかなければならないと思いますが、しかし現実に今、それがあるということも踏まえて対応していかなければならないとこのように思います。安倍敏子君。なんか何言ってるかよく分かんないんですが、AIJ に委託をしているですね、総合型の厚生年金基金、これは多分皆さんが野党時代にもおっしゃっていたように、旧社会保険庁の OB、または天下りの方が多くいるんじゃないかという質問を私ども与党の時に大変受けたと思うんですが、今現状としてですね、そこのところがどうなっているのか、何人ぐらい天下りがいて、何人ぐらいですね、そういう方が入っているかということを、ちょっと教えていただけますか。辻副大臣。この点につきましては、各方面からご要請をいただいているところでございまして、今、調査をさせていただいておりまして、近々、その答えを出させていただいて、そのご要請に答えていきたいと、このように思っております。安倍敏子君。では、近々委員会にご報告いただくということでよろしいですか。辻副大臣。近いうちに報告の集約をさせていただくことになると思いますので、そのような形でのご要請があれば、それにお答えしたいと思います。安倍敏子君。委員長、近いうちにそのものをしっかりと委員会に出していただきたい。で、近々っていうのはですね、私は今年度中だと思っておりますので、3月中に委員長お願いしたいと思います。安倍委員の意見も十分斟酌して理事会で協議をいたします。安倍敏子君。ありがとうございます。では、続きまして、その AIJ に絡みまして、金融庁の方にお尋ねしたいというふうに思います。この金融庁の部分で、お聞きしたいのですが、証券取引等監視委員会、1年に何社ぐらい検査しているか、金融庁教えてください。竹野証券取引等監視委員会事務局長。証券取引等監視委員会の検査件数についてのお尋ねをいただきました。私ども、証券取引等監視委員会では、検査対象業者が、証券会社、あるいは投資運用業者、もろもろの業者を検査しておりますけれども、大体年間で、検査件数が180件とか200件とか、そういったオーダーでございます。安倍敏子君。そうしますと、今回の AIJ に関しては検査はされたのでしょうか。竹野事務局長。今回、ご指摘の AIJ 投資顧問につきましては、現在、立ち入り検査中でございます。で、過去に検査をしたかというご質問かと存じますが、これまで監視委員会として、今回の検査が初めてでございます。安倍敏子君。それは、この問題が起きる前に、検査をしなくてもいいっていう判断を、金融庁がされたということでしょうか。竹野事務局長。検査のどういう恐縮です、すみません、私どもの検査対象業者、非常に多くございまして、その中でどの業者に検査に入るかどうか、こういった問題であろうかと思います。私ども基本的にその多数の業者に対して限りある検査のリソースで実効的な効率的な検査をしていくと、こういう環境に置かれております。で、こういった観点からは業者の業態ですとか規模その他の特性、その時々の市場環境等に応じまして、検査対象業者に関するさまざまな情報を収集分析し、リスクベースで検査対象先を選定することとしております。こうしたことの結果の積み重ねといたしまして、今ご指摘のございました会社につきましては、今回、立ち入りを初めて行っていると、こういうことでございます。安倍敏子君。今おっしゃっている意味はですね、すなわち検査をする体制が金融庁に完全であるとは言えない、なおかつリスクベースという点で検査をしているということであれば、今回の AIJ はリスクがないと判断したということでよろしいですか。竹野事務局長。繰り返しで恐縮でございますけれども、多数の業者の中からどの業者を選んで検査に入るかという判断を、いたすわけでございまして、私どもといたしましては繰り返しになりますけれども、リスクベースで優先度を判断した結果、このような扱いになったということでございます。安倍俊子君。2009年 R&I 格付け投資情報センターの顧客向けニュースレターというのがございます。ここで名指しこそしていないけれども、年金の専門家ならこれはまさしく AIJ を指しているのではないかという書き方で、この運用利回りは不自然に安定しているという警告を発していたという情報が入っていましたか。その時にその情報は気づいていたら被害は減ったのではないですか。まずこの情報を知っていたかどうか教えてください。竹野事務局長。ご質問の R&I のレポートにつきましては、年金関係者向けの、サービスの情報というふうに承知しておりまして、私どもその繰り返しになりますけれども、検査を対象先を選定するにあたりましては、検査対象業者に関するさまざまな情報を、日々収集分析しております。そういった中でこの R&I のレポートについていつどういう形で何を判断したかということはご説明は差し控えさせていただきますが、そういった情報も含めていろいろな情報が私どもとして検査を選定するにあたっての参考情報になっているという一般的なことを申し上げたいと思います。安倍俊子君。すなわちその不自然に運用利回りが安定しているという情報は入っていたわけですね。そこを確認させてください。いいですか。はい。細見の監督局長。検査部局のみならず監督部局に共通する課題でございますので、私からご説明を申し上げたいと思います。ご指摘の報道、ある新興ヘッジファンドについてはという名前で、名指しをした記事ではないということではございますが、そういった報道があったことは承知しております。ただ、一般論として申し上げれば、ただいま竹野事務局長が申し上げた通り、日常の検査監督において、さまざまな観点から出版、刊行されているものも含めた情報ソースを活用して、検査監督を行っているということでございます。安倍俊子君。情報収集はしていた。でも判断はリスクがあるとは思わなかった。もともと情報収集している方々が、こういうことに関して精通している方々が情報収集をしているんでしょうか。誰がしているのか教えてください。どっちですか。竹野さん、竹野事務局長。証券取引等監視委員会の事務局での、情報収集について申し上げますと、監視委員会の事務局、現在、約400人弱の組織でございます。そういった中で、実際の立ち入りを、行う検査官、あるいはその情報の収集分析を行う職員ということで役割を、それぞれいろんな役割を持って仕事をしております。で、そういう中で、全員監視委員会の職員でございますので、公務員であることは、公務員でありますけれども、監視委員会の場合には、非常にその市場の非常に素早い動き、あるいは専門的な知識が必要だということもございまして、従来から、民間の出身の専門家、あるいは放送会計士、そういった専門家の皆さんを採用いたしまして、専門性を高める努力を進めてきております。先生のお尋ねは、誰がそういう収集、資料の情報の収集、分析をしているかということでございますけれども、私どもの監視委員会の事務局では、そういった民間の専門家、あるいは公務員として採用された人間の研修、あるいは経験を積ませて、専門家として育成していく、そういった体制を組みながら、市場の情報の収集、分析を行っているところでございます。安倍敏子君。監視委員会が十分にその情報が判断できる体制になっているのか、また検査ができる体制になっているのかということはいろいろあると思いますが、2007年にその投資運用業として登録制になったということも大きく影響しているわけでございますが、AIJ は登録要件上なんか問題はありましたか？細溝監督局長。投資一人業者に関しましては登録ということでございまして、登録の求めがあったときに拒否要件に該当すれば拒否をすると、こういう立て付けになってございます。それでその当時の AIJ 投資顧問につきましては登録拒否要件には該当していなかったというふうに認識しております。安倍敏子君。この金商法の29条4、1項の1号、第1号の2、金融商品取引業を的確に遂行するに足る人的公正を有しないものというのがありますが、その登録段階では AIJ が抵触していなかったということでよろしいですか？細溝監督局長。登録と申し上げましたが、その当時はまだ認可の時代でございまして、その認可の要件には合致していたということでございます。安倍敏子君。その認可の段階には、その失格要件というのが入ってなかったということですか？すなわち、金商の的確に遂行するに足る人的公正の部分であります。これはその当時はなかったということですか？細溝監督局長。それは旧制度は投資顧問業法という制度でございますが、同じ要件が投資顧問業法にも入っております。安倍敏子君。わかりました。そうすると今回その登録制の部分がやはりいろいろ問題もあったのではないかと思われるところもあるわけですが、これは許可制に戻すということも検討されますか？森本総務企画局長。お答えいたします。投資一任業務の参入規制は平成18年に証券取引法が金融商品取引法に変わりましたときに、他のですね、投資信託委託業等とともに参入規制が許可制から登録制に変更されております。こうした問題につきましては、今回の事態のですね、再発防止につきましては、私どもあらゆる選択肢を排除することなく検討するということにしておりますので、一般的に申しましてですね、すべての事柄を検討してまいりたいというふうに伺っています。安倍敏子君。中塚副大臣、このことに関してやはり、登録制から認可制ということはいかがでしょうか？中塚内閣副大臣。今般、本当にこのようなことが起こったということについては本当に遺憾に思って、おります。先ほど来監督検査についてのお話もございました。こういったことが二度と起こらないようにするためにどうするかということなんでありますけれども、それこそ監督の在り方、そして検査の在り方、さらには体制の問題、またそれこそ年金基金側の問題、いろいろな課題があるだろうとそう思っております。いずれにいたしましてもですね、今証券取引等監視委員会は検査を継続中で、ございます。また監督当局といたしましてもですね、29日の水曜日にすべての投資一任業者に対して報告徴求命令を発出したところで、ございます。いずれにいたしましてもこの委員会での議論も踏まえながら、いろんなあらゆる選択肢を排除することなくですね、制度設計を行っていきたいとこう考えております。安倍俊子君。そうするとですね、広域規制の強化ということも必要ではないかと思うわけでありますが、例えば運用財産の分別管理義務、これに関しては現状ですね、法人が3億円以下の罰金になっていますが、あまりにも緩いのではないかと思いますが、これは強化されますか。森本総務企画局長。森本総務企画局長。私が指名しますから。投資運用業者の罰則についてお尋ねでございますが、罰則につきましてはですね、さまざまなルールのバランスの問題もあるところでございます。しかし、先ほど副大臣もお答えいたしましたようにですね、あらゆる選択肢を排除することなく、検討することといたしておりますので、一般的に申しまして、そうした点も含めてですね、検討してまいりたいというふうに考えています。安倍俊子君。政治主導といってご自分たちで名乗っているわけですから、副大臣いかがですか。このことに関しての罰則、特に運用報告書の交付組に関しては虚偽の報告書、法人がたった50万円以下です。これは強化されないといけないと思いますが、副大臣いかがですか。中塚内閣副大臣。現在ですね、今、投資一任業者がそういった報告書、あるいはその事業年度ごとの事業報告書というのを提出を義務付けられて、おります。で、その内容について、やはり不十分であったのではないかというご指摘についても、今、先生からいただきました。先ほど申し上げました、いずれにしても、この件についてはですね、見直すべき点は本当にたくさんあるだろうとそう思っております。先生のご指摘の点についても排除することなく検討させていただきたいとそう思っております。安倍俊子君。ぜひここはですね、皆さんの大切な年金が絡むところなので、制度上の問題の部分も非常に大きいというふうに思うわけでありますが、やはりそこは体制を強化していかなければ、被害者がもっともっと出るんではないかと思います。厚生労働省の方に戻らせていただきますが、厚生労働省が運用利回りに関しまして、しっかりこれを見直して引き下げろという指導をされていると聞いておりますが、どういう形で指導されているか教えてください。辻副大臣。ご指摘もございましたけれども、平成22年度末で、AIJ に対する投資を行っていた84基金のうち、8割が予定率 5.5% を設定していたという事実があったわけでございますけれども、このようなことに対して厚生労働省といたしましては、これまで予定利率が運用実績に比べて過度に高く設定されている場合には、これまでも基金の規約改正などの際にですね、予定利率を引き下げるよう指導してきたという経緯でございます。安倍俊子君。予定利率を引き下げると、一体何が起きますか。なぜ下げようとしないのかの理由はご存知ですか。辻厚生労働副大臣。利率を下げますと、掛け金を増やさざるを得ないということで、事業主サイドの負担も増えるということで、今日的な経済環境の下で、なかなか厳しい状況にあるということだと思います。安倍俊子君。掛け金が足りないから予定利率が下げられない、ではこれに対しての対応は、厚生労働省としては何をしていらっしゃるんでしょうか。鴨原大臣官房審官。お答え申し上げます。予定利率を引き下げた場合にですね、委員ご指摘のとおり、掛け金を引き上げなければならないということになっております。ただ、事業主側の負担をですね、できるだけ軽くしながら引き上げてもらうということの趣旨からですね、これまでは積み立て不足のための予定利率を引き下げる際には、当該年度に掛け金の引き上げを始めるように、指導していったわけでございますけれども、これ後ですね、この引き上げの開始時期をですね、1年間遅らすことができる特例措置を今年の1月から講じたところでございます。今後ともこうした特例措置の活用を含めましてですね、適切な形での予定率の設定について指導してまいりたいというふうに考えております。安倍俊子君。一般的に予定利率 1% 下げますと、掛け金の 20% の引き上げが必要だって言われています。これはなかなかできることではない、さらには解散もしきれないという問題があるわけでありまして、その中で特例の中で最長15年という分割納付、これも可能になりましたが、しかしながらですね、代行部分の返還額が特例によって不足したときに、結果的にこれは他の人が納めた保険料財源で補うことになるのか教えてください。鴨原市議官。委員のおっしゃった代行部分の関係でございますけれども、代行部分につきましては、当該部分についてきちっとですね、いわば基金の側からきちっと返還してもらうということが必要でございます。その際に委員ご指摘のとおり、本来一括して、納付できれば一番いいんですけれども、なかなか難しい場合があるということで、今般、最長15年間の期間をもってですね、分割して納付するという仕組みを講じたわけでございます。この趣旨から分かりますとおり、基本的には、基金を運営している側がですね、きちっと分割という方式を使いながらも納付してもらうということが必要であるというふうに考えております。安倍俊子君。じゃあ、分割ができないぐらいになったときに、これは誰が負担するんでしょうか。鴨原大臣官房審議官。お答え申し上げます。委員ご承知のとおり、この厚生年金基金制度というところについてはですね、基金側が作ろうということで、作っているわけでございます。あくまで、代行部分とはいえですね、その部分については基金側が給付をしている部分に相当するものでございますので、その部分につきましてはですね、基金を設立した事業主等の側がですね、きちっとそこのところは負担をしてもらうということが必要であるというふうに考えております。安倍俊子君。その企業が支払えないときはどうするでしょうか。いや、水がつかまってる。水飲んだほうがいいですよ。わかりましたか。水を飲んでください。その企業が支払えないときは誰が支払うんでしょうか。鴨原大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。現在の厚生年金基金の場合ですね、委員ご指摘の代行割れの話につきましては、町として、複数の事業主が設立している総合型の基金において、委員ご指摘の状況が発生しているわけでございます。私、先ほど申し上げましたとおり、基本的にはですね、事業主が持つということでございますけれども、そこのところは、総合型でございますので、複数の事業主がいるわけで、その複数の事業主がですね、それぞれ一定の範囲を持ってですね、全体としての代行給付に必要な部分をですね、一括あるいは分割して納付してもらうということでございます。安倍俊子君。今回の問題はやはり制度上の問題だけではない問題もございますが、やはり国民にとって大切な年金でございますので、制度設計はもっともっとしっかり頑張っていかなければいけないと思います。時間になりましたので質問を終わらせていただきます。